オキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。今日はクリスマスイブだね。みんな何してんのかな。カップルだったら遊び行ったり、家族で美味しいご飯食べてるんだろうな。僕はみんなでバトルしてます。いやでもね、ピオキングさんクリスマスって何かする予定あるんですかってちょいちょい DM とかね、 YouTube のコメントで来るんですよね。まあリアルな話するとね、男の子4人ぐらいで飲み会してるんですけど、でね、前回のみんなでバトルいつやったか調べたんだよね。そしたら11月12日でもう1ヶ月以上やってないことが判明したんだよね。そんなにやってなかったらもうかなりね、腕が落ちてるんじゃないかなって思うんですけど、どうなんでしょうか。まあでも今回間違い探しだから、もうテクニックっていうのはあんま必要ないと思うんですよ。なんでここはどこだろう。あ、ここピンポンって言われてるよ。土管に入る前からピンポンって言われてる。こんなの簡単じゃん。これも一番右でしょ。やったら、ここはいや、わかんねえな。どうしよう。ちょっとちゃんと見ていく。一番右か真ん中どっちかだね。やった、真ん中、こっちに合ってる。コインがなかったもんね。次はどこだろう。キノコがある、キノコで、ここ多分コインがない。なあ、もうキノピオ、そんなことしないで。待って、これやり直し聞くんじゃないの。こんにちは。あ、そうそう、これだけはね、みんなに言っておかなきゃいけないと思って、いつかの動画でね、5万人記念動画出すって言ってたと思うんですけど、5月じゃねえ、12月26日にね、出す予定でいます。っていうか、こんなの無理じゃない。どうやっていくんだろうね。え、いや、これ無理っしょ。あー、なるほど、これでいけるのね。ギリギリいけるっていうか、っていうかさっきのクリボーのところ右に行ったらない。難しい。これ難しいよ。さっきのクリボーのところ、あの右に行ったらゴールできたんじゃないかな。どうなんだろう。うわ、もう潰されてるね。っていうことはもう右に行くしかないのか。さっきのドスのところ、もう完全に違ったパターンかな。あ、ここは右に行けばワンチャンある。頼む。よっしゃ。この子を倒せばもうゴールできるっていう感じでしょ。あと何回倒せばいいんだろう。あと何回倒せばいいんだろう。あと何回踏めばいいんだろう。あと1回っていうことを祈って、頼む。ヒップドロップさせて、僕に倒させて。くっ。1回やった。くっそ、絶対次の1回勝つよ。みんな見てて。うわー、うそ。なんで急に地中に潜るの。これは負けたでしょ。レッキュー、ハマータイハマータイハマータイ。ちょっと誰か持っていく。ルイージ信じてくんないか。あ、ルイージ信じてくれてる。うわ、ここに来てルイージ裏切りやがった。アイテムがそんなに欲しいのか。なるほど、ハンマーがいる。ルイージお願い。よし、二人で頑張っていこう。あのキノピオ、あぶね。もう一回ハンマーいるでしょ。絶対もうルイージ邪魔。よし、オッケー、このまま行こう。多分もうハンマーいらないでしょ。ここで上に上がれないか。っていうことは、あの積み木みたいなのを出して上に入れっていうことだね。上に入るっていうか、上に行けっていうことだね。頼む、踏まして、踏まして、やるな。よっしゃ、来た。そこで二人でやる、ね、やべ、これは無理だろ。いや、いけるよ。ここででんぐり返しして上に行こっか。さあ、こっからだね。うわ、マリオ来やがった。落とそうか、マリオ落とします。頼む、叩いて叩いて。よっしゃ、これで2キルだね。一緒に行こう、ルイージ。ルイージやるか。大乱闘スマッシュブラザーズの開催ですね、ここで。走っていこうかな、ここ。多分ね、あのドッスン危険だと思うんだよね。みんな急いでいくでしょ。いや、誰もやられてるし、一人ぐらいあのドッスンに引っかかってあげてよ。ここはジャンプ。よしよし。あ、そういえばこのゲームシャガジャンとかいうシステムあったね。これシャガジャンがね、大事になってくると思う。そしてこのステージ絶対にアイテムがないとね、やられると思うんだよね。なんでこのアイテムきっちり取っていこうか。ルイージどこ行った。ルイージやられたんじゃないの。多分やられてるよね。ほら、このアイテムが非常に重要になってくると思うんだね。あはん、やった、ゴールしました、カロン。スポットザ・ディファ練習。カミカミ。めっちゃ噛んだ今。スポットザ・ディファレンスってちゃんと言いたかったんだけど、ここなんだろう、なんかね、見た目的にはね、いい感じのコースなんだけど。一番前行きます。鍵がないか。しかし、なるほど、そんなところに鍵があんの。じゃあ、あのマリオについていこうかな。あのマリオもう運極だよ、きっと。はだー。
なんでマリオ知ってんの、ずるくない、マリオ知ってるよ、マリオについていこう。なんか鍵の場所までしっかりさ、あの当ててなかった、こんな場所に鍵あるとか絶対わかんないよ俺。ちょっとマリオ追いかけよう。マリオどこ行った、赤だよきっとマリオは、だって赤だもん。どこかわかんねえ、だいたいこういう時なるほどそこか、マリオマジで追いかけなきゃ、うわ難しいぞ、ここアイテム取っていこうかな。マリオやらせてくれればいいんだけどな、ただしマリオの姿がマジで見えない。え、そんなとこ行くの、あよろしくよろしく、ここは二人で冷静に行こうね、押すなってさあここで中間だけ取って、上から行けんのかな、ゴールは見えるんだけど、見えました兄弟、赤と緑の兄弟、なんで青が言ってんの青だったね裏支配者。そういえばみんなイルミネーションとか見に行く、イルミネーションってさ綺麗だよね何言ってんだろう、まあ、綺麗なのは当たり前だけど、ここでアイテム取っていきます、ここで僕がフラーっとって、あのベッドよりも強いっていうことを見せてやりましょう、このファイヤーの方が需要があるよ、そのベッドをね剥がしてやろうベッド強えじゃねえかじゃあ土管か正解、よしよしよし、土管しかないんですけど、ちょっとね最近ドロールのやりすぎでね、喋り方がトロールっぽくなってきてるんですけど、そこら辺はね勘弁してください。うわーやべえ、ここでファイヤーなくしてしまった。ルイージ早い、ルイージノーアイテムじゃないんかな、これすごくない、ノーアイテムで何の当たらないでいくってめちゃくちゃすごいと思うんだよね。よしナイス中間、多分これで2位は確定だね、あと1位、ルイージやられて頼む、うわここはドカンじゃねえのか、もうすぐゴールっぽいね、頼むここでワンチャン抜かして、いや大丈夫2位は絶対に守るキノピオめっちゃ挨拶してくれるね、誰任せてみる、うそキノピオ絶対許さぬ、ちょっと待ってろよキノピオ、いやムササビのままゴールに帰ってたね、このムササビはきっちり忘れんようにしていこう、いやーやったザバーキノピオ、猫クッパを一体倒してからゴールか、絶対ここあれだよ、ファイヤーボールとかで、ね、あの連打して倒すパターンだよきっと、協力プレイが必要だね、上に行って、なるほどハンマーかいや行った、頼む壊さないで、みんなやっぱりそうしてくるよね、ルイージ壊してよ責任持ってだってみんなルイージに任せよね、ルイージに任せなきゃダメだから、早くルイージ壊して、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、でこっからどうするかなんだよな、上に行って待って、そう壁キックで多分行く感じだと思うんだよね、ナイス頭頭ナイスだけどさ、これもうズンダーじゃないの、ねえ絶対無理でしょ、ちょっとみんなでやり直ししませんか、めっちゃ送られてるからね、やり直ししよう、ちょっと次はルイージ頼むよ、木箱出さなきゃ次に進めないと思うんだよな、出してお願い出して、今度はお前かキノピコちゃんと責任持って出してよね、ちゃんと行きなさいよ右に、何やってんの、早く右に行きなさいって頼む、よし続いていこう、よしオッケーで、このまま右に、よし壊してくれてるね、でクッパを最後倒さなきゃいけないんでしょ、この後にクッパ出てくるのかな、あのみんなに任せよっかチビだから、あと2回踏まなきゃいけないと思うんですよね、ここら辺で見ておきます、よし出したね、ここでヒップドロップナイス、ヒップドロップよし2番手クッパどこ、いやこれ欲しい、くっそよし下取れたね、ここの矢印は信じていこう、オッケーで右に渡って行くとこのクッパを倒せばいい感じかっていうことは、この辺でここだったらきっと大丈夫、よしああちょっと持ってってくれないかな、たまにはもう、よしオッケー、ここは勝てるチャンスあるよ、このコースはそんなに難しくないでしょ、多分何も邪魔しないで、花とかクリボーとかその他もろもろ大丈夫いけるよ、ここでいやくっそ止まってしまった、ノーミスで行きたかったんだけど、よし勝つことができましたすげえ
僕の IQ3 送っている。じゃあ僕の IQ3 番だよ。勝てるかな。上、よし、こういう上に上がっていく系、あの落ち着いたら結構余裕なんですよ。ちょっと見ててね。ビヨーンで右でしょ。だいたいこういう時右になんかあるんだね。で次左でしょ。よし、で一番上に上げてこう。でここも、うわ3億なかなか強いね。やべ、下してしまった、ミスった。やべ、3億には負けたくない。3番でも勝てるっていうこと見せてあげましょう。頼む、まだあって。よし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 、かっ、この下に降りる系の雲なかなか苦手なんだよな。ほっ、よし、ここジャンプした方がいいよ。ジャンプした方がちょっと早いんだよね。ほっ、よし、で左、くっそ、3億なかなかやるな。やべ、ここは死に体験みたいな感じでしょ。ダメだ、これは負ける予感しかしねえな。もう頼む、勝たして。待って、3億ちょっと待ってよ。下手くそすぎだな。久々にやるとこんなに下手くそになってるもんでなんでしょうか。もともとそんなにうまくはないとは思うんですけど、頼む、もうちょっとだけ。横すく来て、横すくだったら、ここ厳しいよね、ルイージ仲間だね。横すく、横すくあ、そういえばね、5万人記念動画ってマジで大したことないからね。ほんと期待しないでね。キラーを345体、いすぎるでしょ。それはスターとかで倒す感じなんかな。そうじゃないとしんどいよね。まあ一番、うわ、キノコあるの。え、わかった、最初のステージ、あ、待って、間違えた、最初の画面で345体倒しまくれっていう感じだろうね。いや、これ厳しくない？せめてスターが欲しいくない？ていうか、僕誰ですか？マリオか。これもう運ゲーじゃんか、もうこんなの。よしよし、もう倒しまくれ。ていうか、マジで誰？いや、やっぱマリオだよね。もう見失うんだよね。マリオとこのキラーの色めっちゃ似てない？これ負けたら悔しいよね、最後の最後に。そしてここゴールの争奪戦やばそうだな。うーわ、ちょっと待って、やられてる時に、やられてる時に、やられてる時にそれはナイス。ゴールまで行かせますってルイージ書いてるね。結構意地悪そうな顔してるけど、ちょっと弟に頼んでみようかな。ルイージ待って、ルイージゴールまで連れてって、ゴールまで行かせますでしょ。ルイージゴールまで連れてってよ、ゴール。え、マジで頼む、ゴールまで連れてってお願い、ルイージ。ナイス、ルイージ自分をあの捨て身にしたね。ギャン犬。よし、危ねえ。どんどん上に行こう。あの弟の分までね、しっかりゴールを取りたいと思います。よし、ありがとう。ルイージ、せめてルイージ来て、キノピコ邪魔しないでね。ルイージ、ルイージこっちおいで。よし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 、ルイージ来れるでしょ。ルイージ何やってんの。負けるな、キノピオに負けるな。ちょっと下が見えない。よし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 、そのまま上に。ナイス、ルイージ、さっきのオーマちゃんと返したよ。そういうことしてくれ。大丈夫、ゴールは指示できました。またいるね、ゴールまで行かせますさん。今度はキノピオだね。上下左右大冒険、上に行く系はやっぱ運べないよな。今度マリーが持ってってくれてるけど、大丈夫、マリー誰だろう。読めねえ、しかもどっかやってんじゃねえよ。絶対許さん、あのマリー。あ、こういうの見たことあるよ。これ確か下に落ちたらダメなパターンでしょ。大丈夫、こういうの僕得意だからね。ほっほっ、よし、で、あのキノピコさえ抜けば大丈夫、勝てる。いや、惜しいな、あとちょっとだったんだけどな。ほっ、よし、でこのまま、どうしよう、よし、オッケー、あのキノピオ、よっしゃ。ここはちゃんとリフトに乗って落ち着いていこう、落ち着いていきます。ほっほっ、右、うわ、ここ入れねえのか。綺麗にあの隙間にあの入らなくちゃいけないっていう感じだね。こっからこう、よし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 。うわ、キノピコだけ一人で独走してんな。あ、キノピオも行ってんのか。このコースってね、結構長かったんだよね。だからまだ抜けるチャンスはあると思います。さあ、キノピオは抜いてきたんだけど、こっ
からキノピコを抜くのがちょっとしんどいね。キノピコがマジで姿見えないんだよね。よっしゃ、これは抜いた。ワンチャン勝てるよ。うまい。なかなか、うわ下に降りる。そういやここのステージめっちゃ長かったな。大丈夫、ここまで抜く力があるんならきっとゴールまでいけるはず。独走しよう。ほっ、よし、ナイス。今邪魔したね。ここで回転ジャンプ。負けるな、頑張れバタチ。でここで真ん中に行くみたいな、そんな感じかな。よし、で下に降りていこう。ちゃんと邪魔。いやーくそー、負けねえよ、ここで。よし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 、やった、ワンチャンある、まだワンチャンあるよ。ここで左邪魔くせ。いや何助けてんの。くっそー、まずい、これは抜かれたか。うわ先に行かれたね。あここ難しいやつじゃん。くっそー。絶対に僕は勝ってみせます。ゆっくり行くよ。はぁやった。よっしゃ。これは気持ちいい。バトルロイヤル来た、面白そう。バトルコースじゃないでバトルロイヤルなんだね。いやごめんね、さっきのコースもう勝ちに必死だったからさ、うまくあんまり喋れてないよね。っていうかめっちゃ来るね、あのマリオ。誰、アイムゲーム、どっかの YouTuber さんですか。ちょっとわかんないんですけど、このチャンネル見てたらよろしくお願いします。さあなるほど、どうやって戦えっていうことかな。あここに入ればいいの。そしてどうすればいいんだろう。あのドッスを倒してゴールでしょ。スターを取って倒せってことかな。うわキノピー、キノピー。もうキノピーどっちかわかんないんですけど、あのスターを取ればいい感じでしょきっと。待ってこのキノピー危ないな。そしてマリオ礼儀正しいな。さっきかマリオこれ取らせて。よし来ました。あとはうわもったいねえことしたな。もうキノコ捨ててしまったよ、このキノピー。くっそマリオ勝って、アイムゲーム、アイムゲーム頼むよ。いや見れないのか、もうギブアップして観戦しよっか。アイムゲームの行方見てみよう、観戦しよう。一人じゃねえか、アイムゲーム何やってんの。アイムゲーム今やられたよね。これみんなでやり直しパターンじゃないの。頼む、僕もやり直しさせてねえ、僕も入れてそこに。え、これ入れんのかな。入ってねえ。くっそー、このバトルロイヤル僕も参加したかったな。せめてあのマリー応援してあげよう。マリオ視点でちゃんと見ます。さあ実況していこうか、これが本当のゲーム実況でしょ。マリオはキノピコに投げられてますね。やべ実況向いてね。さあこの行方誰が勝利するんでしょうか。あキノピコがまず脱落したね。あとは兄弟ゲームだね。多分ねあのスターを取ったら終わりだと思うんですよ。どっちが取るんだろう。ちょっとアイムゲームあんまりドッスンの近くいない方がいいよ。スターを取るまでおとなしくしといて。スター来たよ、アイムゲーム今あるいじゃねえか。アイムゲームどうなる、アイムもういいや、観戦やめましょうか。お、キノピコ、めっちゃ挨拶してくれてる。誰、連れてってお願い。ニーオロ、なんか聞いたことあるよ。ニーオロちゃんってなんかいなかったっけ。なんかのアニメのキャラクター。頼む連れてって。ごめんなさい、いいよ、もうワンチャン、ワンチャン、僕ワンチャンチャンスあげる。よし、オッケー、頼む連れてってゴールまで。ここ下に降りなきゃいけないよね。ニーオロちゃん、ニーオロちゃん、よし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 、これ上はいけないと思うんだよな。ニオルちゃん取っていいよ、取って、マリー邪魔すんじゃねえ。僕も取っていきます。いやこのまま行こう、ニオルちゃんに全て任せます。ニオルちゃん取って、ニオルちゃんやった。ごめんなさい送ってくれてる。いいんだって全然。これフライングってコースに書いてたんだよね。なんで羽取って飛ぶみたいな。うわやっぱそうだよね。よし飛ぶ、よし邪魔してやろう。
で、一番最初に飛んでいきます。これで、ね、勝ったよ。マリオもう脱落してみるもんね。よし、どうだ、頼む。どこらへんがゴール。おっ、いや下行った方がいいと思うんだよな。多分下らへんの方がいいと思う。そうせらゴールがあの下らへんだもんね。うわっ、やっちゃあぶねえ。無事ゴールできました。いや今結構実況しててさ、夢中になってずーっとやってたらさ、今1時間半以上経ってるんだよね。まあこれが何分になるか分かんないんだけど、なるべく短くしていこうかなと思います。いや1時間半以上もうこれやってるのか。みんなでバトルやってたらさ、結構時間経つの早くない？負けたらさ悔しくて、あの A 連打してもう次に次にもうどんどんバトル進めてっちゃうからね。っていうかこのキノピオさっきからずっと持って、そこで話すんか。頼む、キノピオ、私は今日ゲスキングになるって決めたからね。悪いけど当てさせてもらうよ。どこキノピオ、待って、生き返る前に。うわ、落ちてる、落ちてらっしゃいますねキノピオ。っていうことはこれワンチャン勝てるよ。よっしゃ、オッケー、さらにデカになりました。さあ青いドカに入っていきましょう。これはもうここ勝って終わろうね。今日ここ勝って終わります。何もないでね、毒沼は上がってきてないし、これさえ落ちなければきっといける。差も結構あるからね。ほっ、よし、ここに力ちゃったの見えた。ほっ、これ勝てる。もう集中していい、もうあんま喋んなくていいから、あんま喋んないで、あのこのゲームやるね。このゲームってこのバリメやるね、このバトルか。よっしゃ、もうゴールだと思うんですよね。やばだか、いやここでゴールポール、ありがてぇ。イエッヒー、イエッヒー、イエッヒー。あ、やべえ、来た、キノピオ大丈夫だよね。ゴール取らないよね、取らんよねキノピオ。ミドスジャキラ、確か弱虫ペダルの人だったよね。うわ、来そう来そう、マジ来そう、マジ来そう、大丈夫、よし、かわいい。見てこれ、いや、ちょっと乗ってくれないキノピオ。これ取れ高なんだって、今取れ高だよ。右、そう、左の右、そう、左。いや、乗ってよ、乗って。よしよしよし、こう、かわいすぎこれは。ジャンプしてこないでね、頼むから、信じてるよ。御堂筋明、そんなずるくないでしょう、漫画でも。オッケー、これはかわいい、マジで。さあ、ここでもう終わろうかな。あー、危ねー。ギリギリやんか。うわ、めっちゃ面白そうだねこれ。わかったわかった、このフラワー取ったらいけないんだきっと。フラワー落ちたらもう一人脱落した。あー、完全に避けたつもりだったのに。うわ、難しそう。いやでもこういうのめっちゃ楽しいよね。さあ進んでいきますか。ちょっとあんまり勢いつけんでいこっか、ゆっくりいこう。もう誰も邪魔する者はいないからね、しっかり避けていくよ。よし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 、うわ、針まであんのか、難しいぞこれは。この針きっちり抜けていこう。ここで右ダッシュ、くっくっくっ。こっちがヘルプだよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。